こうやって腕を大きく回すと、手がカチカンでダーツが投げれない。そういったものを改善することができます。血流がめちゃめちゃ良くなります。でもこれ、腕を前回しするのか、後ろ回しするのか、実は体のタイプによって違うって知ってました?はい、ピロキのダーツ上達道場です。さあ、寒い時期にですね、いち早くダーツの練習をしたい。でも手がかじかんで投げれない。もう手の感覚が冷たくなってないんだよ。そういう時どうしたらいいですかっていう相談受けます。冒頭に挙げた腕回し。これをやるとですね、首回りや肩回り、その辺の血流が良くなって、指先まで血が巡って手があったかくなります。こうすると手がかじかんだっていうのを改善することができます。実はこれ、消防士の方から教わったやり方なんで結構実践的です。でもこれだけだとピロキ道場ではちょっと物足りないですよね。この腕回しするときに内回しがいいのか、それとも外回しがいいのかって、これ実は体のタイプによって違うんですね。もしかしたら皆さん無意識的にですね、自分がどっちの方をやりやすいかなっていうのをですね、なんとなくやっているかもしれません。このタイプというのはですね、クロスタイプ、パラレルタイプ、この2つのタイプに分かれます。人間はですね、自分の体の体幹と呼ばれるところですね。体幹というのは両肩、両股関節を結んだこの4つの部分ですね。これを体幹と呼ばれるところです。定義がわからない方はですね、ここで定義をさせてもらいます。体幹というのは両肩、両股関節を結んだこの場所。これを体幹と言います。なんか体幹が強いって言われる、その筋トレとかで言われるところの体幹とは、なんか皆さんのイメージとは違うと思うんですけども、ここが体幹と呼ばれるところです。その体幹をですね、同じ側を使うか、右肩だったら右の股関節、左肩だったら左の股関節、こう同側で使うのか、それとも右の肩と左の股関節、左の肩と右の股関節、これをですね、対角線に使うのか、で分かれるのがクロスタイプ、パラレルタイプと言われます。この詳しいことはですね、レシュフォースタンスクラブというサイトがありますので、ちょっと概要欄の方に貼っておりますので、そちらの方の参考にいただければと思います。で、ちょっと話それましたけれども、さて、この腕回しをやると、なぜ手のかじかみが改善するか、皆さん分かります？このなんで改善するかを、ちょっとこの後詳しく話したいと思います。で、それと同時にですね、もっと丁寧に、ウォーミングアップすることで、手のかじかみを改善する方法もこの後にお話しします。その後最後に、なんで腕回しを内回しにした方がいいのか、それとも外回しにして方がいいのかの理由をちょっとお話しさせていただければと思います。はい、このようにですね、ピロキのダーツ上達道場では、身体操作のメカニズムから紐解いて、ダーツ上達のコツをお伝えする番組となっておりますので、ぜひ最後までご覧ください。で、指かじかんだ時にですね、こうやって手をさする方法やりますよね。皆さん結構やってると思います。ちょっと豆知識なんですけども、こうやって手のひらをさすよりかは、手を反対側にして、こうやってですね、指先と手のひら、これがですね、合わさるようにして、こうやってこすった方が、指先のあったかさ、取り戻すことがやりやすいです。これ豆知識としてお伝えします。で、あとはその指のマッサージですね。こうやって指をこうやってつまみながらマッサージする方法。これはですね、効果あります。でも実はこれ、一時的な改善にしかならないんですね。なので、効果を持続させる方法に、効果を持続するためには、首から肩、腕全体をですね、この血流を良くすることで、持続的に手があったかい状態を保つことができるようになります。それでは皆さんちょっと一緒にやり方、やっていきましょう。まず、首周り、これから血流を良くしていきます。方法あるんですけれども、人差し指と中指で2本の指を使って、この鎖骨のあたりですね、この鎖骨のあたり、鎖骨の首をですね、ぎゅーっと圧迫します。で、このあたりリンパが流れているので、ここをぐーっと圧迫して、だいたい20秒くらい経ったら、一回指をスーッと離します。はい、これがだいたい20秒くらいやって、離すができましたら、次はこれにプラスして首を傾ける動きをやっていきましょう。先ほど押した部分をぐーっとね、力緩めずに、首を反対方向に倒します。だいたい3秒くらいしたら、戻して指を離す。で、指を離したらまたぐーっと押さえ込んで首を傾ける。で、戻して離す。これを繰り返していきます。この時、指でぎゅーっと押す力を緩めずに首を倒して、戻す、離す。これをですね、だいたい5回ぐらい繰り返します。それじゃあ次にですね、今度は手を使って脇の下をぐっと掴みましょう。脇のこの筋肉で大胸筋と呼ばれるところなんですけども、そこをぎゅーっとつまんだまま、この肘をですね、大きく内回しと、だいたい15回ぐらいやります。次にですね、後ろにこうやって15回ぐらい腕を回していきましょはい、この時も掴んでる腕の力は緩めずにぐるぐるぐるっと回していきましょう。この時ですね、内回し、外回し、まああんまり関係ないので、どっちか好きな方をやってください。好きな方からやってください。ね、最初に前回しを15回やったら、その後に後ろ回し15回、そういった感じでやっていきましょう。はい、では離します。そしたらですね、次は、この肘のちょっと下の部分ですね、肘のちょっと下の部分、筋肉をぐーっと掴みましょう。掴んだまま、この手の部分をですね、こうやって時計回りにぐるぐるぐるーっと同じように15回ぐらい回します。はい。回し終わったら、今度は反対回しですね、ぐるぐるぐるーっと回していきます。この時ですね、筋肉の動き感じながら、反対の手の力緩めないようにしてしっかりと回してください。はい。回し終えたら一度腕を離します。すると血流がスーッと良くなっていきます。で、次の運動がもう一度同じところを掴んでいただいて、手のひらを今度はぎゅーっとぐーっと掴んで、パッ。はい、ぎゅーっと掴んで、パッ。このぐー、パーの動きをだいたい10回ぐらい繰り返しましょう。その次の運動です。最後は指先をこうやってね、上下からつまんで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 、今度は横からつまんで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 、人差し指もつまんでつまんでつまんで、つまんでつまんでつまんで、上から横からつまんでマッサージをしていきましょう。まあこんな感じでやってるんですね。手のひらがポカポカーと指先がポカポカーってしてきます。こんな感じで手のかじかんだ状態でのダーツの練習っていうのが改善することができます。これ習慣的にやっていくと、手のかじかむか手の指先の感覚がなくなるって方、血流がですね、良くなってくるので、日頃のですね、まあお風呂上がりとかにやってもらえれば、寝つきも良くなりますので、ぜひ試してみてください。そしたら、どうして内回しがいいのか、外回しがいいのかっていうお話をこれからさせていただきたいんですけれども、そこのポイントがあります。そのポイントはですね、実は、鎖骨と呼ばれるですね、ここに生えている骨なんですけども、それが一つのポイントとなります。実はこのクロスタイプというのはですね、鎖骨をですね、こうやって内回しに使うと体が安定するようなメカニズムになっています。逆にですね、パラレルタイプは外回しした方が体が安定する仕組みになっています。なので、クロスタイプの人はこうやって腕をですね、大きく内回しにすると自然と鎖骨がですね、内回しの状態になります。逆にパラレルタイプは外回しやると鎖骨が外側に動くので、体が自然とですね、自分の安定した骨の位置に収まるようになっております。まあ、ちょっとイメージしづらいんですけども、ダーツ投げてるトッププロの方とかって、クロスタイプの人、この体の前側ですね、使いながら鎖骨をギュッとして構える感じの選手が結構多いかなと思います。で、パラレルタイプはですね、鎖骨を後ろにグッと開いている状態で構える選手が多いです。これは実は鎖骨の使い方ですね。クロスタイプは前側を、体の前面ですね、横から見て前側を使うクロスタイプと、横から見て後ろ側を使うパラレルタイプ、こういう風に分かれます。で、実は私はですね、クロスタイプだったんですね。で、このクロスタイプによって体の前側を使うっていう理解があんまりない時はですね、投げる前にこうやってよしってなんか体が縮こまってるとうまく投げれないかなと思って、体をよしよしと起こした状態で構えるようなフォームでやっていました。この時ですね、やっぱり安定感がなかったです。でも今はですね、鎖骨を内側に使って、体の前面を使って投げるようなフォームに変えました。そうすると安定感が増してきました。ね、わざわざ後ろにこうやって鎖骨を浮かして背筋をかっこよく見せて、かっこよく見えるけれども体の安定感を落としてたんですね、自分から、自ら。ね、今はこうやって鎖骨を内回しにして、まあちょっと猫背っぽく見える感じで投げた方が実は安定するっていうことを学んで実践しております。ね、この自分がクロスタイプかパラレルタイプか知りたい方はですね、お近くのレッシュマスター級のトレーナーの方に見てもらった方が確実です。まあ先ほど紹介しましたフォースタンスクラブでもセルフで自分のタイプが診断できるものがあるんですけれども、あんまり正直お勧めしないです。やっぱりセルフタイプってめちゃめちゃ難しいんですね。じゃあタイプチェック自体がもともとめちゃめちゃ難しいので、やっぱりマスター級のセラピスト、トレーナーさんに見てもらうのが一番ね、いいかなと思います。本家がですね、東京の原宿にあります、ひろと道場というところがあります。そこでタイプチェックできます。まあ、その12,000円かかるんですけどね。まあ、私も一応レッシュマスター級の資格を持ってます。もちろん価値はひろと道場と変わらない価値だと思っておりますので、よろしくお願いします。はい、いかがだったでしょうか？この鎖骨の使い方だけで体の安定感が変わります。なので、手のかじかんだ時の対処法ですね、こうやって腕を回す時の動きあると思います。あれ、首から下のですね、筋肉を簡単に手っ取り早く温めてくれる効果があるので、本当にこれ腕回し、めちゃめちゃ効果があるので、ぜひやってもらえればと思います。そしてその時に腕を内回しした方がいいのか、外回した方がいいのか、それは自分の体のタイプによって違います。クロスタイプだと内回し、パラレルタイプだと外回し、これをやってみてください。ということで本日もご視聴ありがとうございました。はい、このようにですね、皆さんのダーツ上達をサポートする動画をどんどん発信していきますので、よろしければチャンネル登録、グッドボタン押していただけると嬉しいです。それでは皆さん、ダーツいってらっしゃい。